八代女王は奈良時代の皇族。名は八代とも記される。慶夫は密将。遺械は十四人下。聖武天皇の最将。女王がついていることから三世から五世の皇族の出だったと考えられる。アスカの出身家。俗に本気に天平九年二月に無意から聖五以上に女性られると八代の名前が出ている。万葉集には、 君により、古の刺激を、故郷のアスカの川にみそぎしに行くという八代女王の歌が収録されている。新古今和歌集にも、みそぎするならの小川の川風に祈りぞ渡る下に、耐えじと、が収録されている。この歌や、彼女が、無意から聖子以上に除せられていることから、彼女は、聖武天皇の妻の一人だったのではないだろうかと思われる。しかし、聖武天皇が、 光明皇后と彼女の背後に控える藤原氏の勢力をはばかり、正式に認められない聖武天皇の妻だったのではないかとも考えられている。聖武天皇崩御後の天平法事2年12月の俗日本記の記事に、八代女王についての十四にした八代女王の息をこぼ、先帝に幸せられて、志を改むるをもってなりという記述が登場する。つまり、 選定の寵愛を受けながら他の男性へと心変わりしたとして罰としてカニを剥奪されたのではないかと考えられる。以後の彼女の消息は不明である。ありがとうございます。